親指でグリグリと動かすと画面の中のキャラクターもグリグリと動く。というかいかがですか。まあそうだからね、出来栄えをね、今僕はちょっと論じられないと思うんですよ。それはね、完成した商品が発売されるでしょ。そしたらまあたくさんのユーザーにきっと遊んでもらえると思ってますし、その時ね、先ほども言ったかもしれませんけども、ユーザーがね、どう判断するかなんですね。まあそれが大変ね、